おはようございます。本日も天気良い。エアビーからの眺めなんだけど、いいよね。すごく緑があっていいところです。さあ今は9時半くらいかなになっているので、そろそろお家を今日は出て散策に行きたいと思います。今日はね、飲みの市に行こうかなと思っているので向かいたいと思います。エアビーから駅に行く途中にね、でかい植木鉢があるんだよね。ちょっとマリオ感があるんだけど、でこれを抜けていくとちょっとなんか綺麗な道があって駅に行くんだけど、いや今日マジ天気良くてさ、もう飲みの市日和じゃん。やったね、素晴らしい天気、グッドです。Attention à la marche en descendant du train. Please mind the gap between the train and the platform. Bitte achten Sie auf den Abstand. Terminus.来ました。プラスディタリーみたいなイタリア広場です。でここから、飲みの市があるところまで行きたいんですが、どっちかな、調べてみよう。アンティークブロカントの文字が出てきたね。この方向はどっちだ、この方向はどっちだこれ左なのかまっすぐなのかのどっちかわからんけど、とりあえず向かおう。ちなみに目の前の大きいのはショッピングセンターみたいだね。出てきた出てきた、こっちだね。そしてこっちにもあのメトロ出口あったねこっちから出ればよかったんだ。でかい。こちらが公衆トイレですね。おお、洗ってるね、音がしてる。 OK、 これで入れるかな。よいしょ、 OK。 ではこちらでございます。そう、まあまあ汚い。っていう感じです。で、閉まって掃除してくれるっていうね。ちなみにトイレ後ろ側に手を洗うとこもあります。ここね、ポチッとこうやってね、バババッつって洗いますね。で、中にはトイレットペーパーも あるので、まあ、ないこともあるかもしれないけど、一応すごくいい感じの
設備、トイレですね。いやすごいよね、これがあるのも無料で入れるなんて。結構いろんなところにあるからね。あ、お花だ。これ上が多分電車の線路かな。まあまあそんなことよりね、ずっと左見てるとさ、屋根があるこのところが何も作られてない、この格子というかあれがあって、あれこれもう今日やってないのかなと思ってちょっと不安だったんだけど、多分目の前やってるよね。大丈夫だね。よかったよかった。あれはまた違うやつだったのかな。これは多分ブロカントっぽいよね。オーケーオーケー。あ、ちなみにあそこのブーランジェリー、そうだ、なんか行きたいなと思って多分ちょっとチェックしたかもしれない。そういえばとりあえず見ていきましょうか。おーおー、これが蚤の市。へー、ちょっと見ていきましょう。これはどういうことなんだろう。中の作りを見せてるのか、壊れてるのを直してくれってことなのか。え、でもこれは、そうか、作りを見せてるのかな。こういう生地でできますよみたいな、そういうこと。あ、こっちはでも食器類だね。うわー、いや、ちょうど光が綺麗に、この日の光が反射してめっちゃ綺麗に見える。全てがアクセサリー類もありますね。おー、すごい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 。うわ、これはまた面白い。うわ、魚いいな。けどこんなの俺はつけられないけど、メダルとか面白い。すごい。いや、これちっちゃいのいいよね。ちっちゃいの俺こういうの好きなんだよな。なんかよくわかんないけど、これちっちゃいの集めたくなっちゃうんだよね。面白い。何これ。あ、グラサンじゃん、グラサン。もう100均のグラサンで今回の旅乗り越えたから、ちょっといいの買っても、今更買ってもだけど。面白い。何これ。いや、お魚いっぱいいるな。お魚いいな、白。ナイフ類とか、本当に何でもあるね。なんだこれ、本当に何でもあるな、面白。もうなんか一つ一つ見てるだけでも面白いな。何これ、何これ、面白。一体何に使うのっていうのがほとんどだけどさ、面白いね。うわー、面白い。謎のおちょことぽっくりが。面白いね。ここはなんか面白い絵画を売ってる。そしていろんな生き物的な感じかな。すごい。わ、これはすごい。なんかアコーディオン。なんだこれ。すごい。ギター持ってんの。絵とかも売ってる。いや、本当にすごいな。すごい。こっちは絵も売ってる。まだあそこで始まったばっかなんだけど、もう気になるものがありすぎて。ここら辺のって何？うわー、いや、なんかわけわかんないんだけど、わけわかんないんだけど欲しくなっちゃうな、こういうの。
Pas de souci, avec plaisir, madame.この辺は本とかも出る。レコードとかも白使えるかな。DVD。なんかこういうのはね、日本でもたまにあるよね。DVD とか CD とか売ってるようなやつ。あ、ソムリエナイフかな。ここはすごいいろんな形のソムリエナイフだ。面白い。へえ。面白い。ナイフがある。あ、カップもすごい可愛らしいカップ。これ1ユーロなの？本当にすごいな。でもこれ持って帰るのはどうなんだろうな。シルバーよりもこれ全部1ユーロなのかな。このやつナイフも1ユーロとか出る。面白い。この辺ナイフも全部1ユーロ。鍋くらいは1ユーロ。これなんだろう、すごいね。やっぱりレストランとかでもう使わなくなったやつとか閉めちゃったとこからもらったりするのかな。すごいわ。小物とか意外といいのとかなんじゃないの、なんか。カンカンも売っちゃうとこもすごいね。いいね、こんなすごい。あ、なんかこういうのなんか使わなそうだけど欲しくなっちゃう。ちっちゃい入れ物とかも好きなの。あ、これくっついてるのか。へえ、おもろい。あ、お皿もある。渋いお皿がある。全部1色ってことだよね。すごい。あ、なんかこういうお花のおばあちゃんが好きそうな感じですね。可愛らしい置物も。これいいな。このリカールのこういうのいいよな。これでね、水出てきたんだよね。あの多分トゥーロンで海沿いのお店行って、そう、あのパスティスの中でこれで確かに水出てきたんだよね。こういうのいいよね。で意外と高い。6か。こういうのがどう、あ、ちょっとホラーだね。一瞬ホラーだった。この辺のアンティーク家具は奥様お好みだそうです。すごく気になるっておっしゃってます。こことかこのテーブルとかもね、サイズ的にもすごいいいよね。ちなみにこちらは10ユーロだって。すごい。なかなかでもあれ一つ置けないからね。ここもすごいね、いろいろ揃ってます。あ、水差しみたいなのも、いや、キラキラ輝いててよく見えてくるな。いいよね、こういうのもね。なるほどね。こういうのいいな。こういうのちょっとこうやって思って、なかなか使わんけど、なんかやばいな、これあれだね。うわ、宝箱じゃん。宝箱120で売ってるんだ。いや、ちょっとドラクエごっこできるな、これで。やばいな、本当にこういうとこってなんか欲しくなってきちゃうな。すごい綺麗。うわ、キラキラ輝いてるな。あ、なんかこういうコップとかも、あ、でもちょっとね、下についてるとあれかな。シンプルなのがいいな、どっちかって言ったら。あとやっぱこうちっちゃいの引かれるな、なんかこれ。ちっちゃくて。かわいいのがありました。奥様が、これがすごいお好みだそうです。なんかね、これセットで15って言ってた気がするんだけど、15だけちょっと分からん、ちょっと。全部フランス語だった。分からんわ。こっちはね、すごいお皿が全部かわいい。古本屋さん見つけました。俺こういうのすごい好きなんだよな。なんだろうこれ。料理かな。いや、こういうのなんだか分かんないけど探すの好きなんだよね。めちゃいい。なんだか分かんないけどこういうの欲しくなってくるな。もう絶対こんな重量あるもの持って帰ったら大変なのに、なんか買いたくなっちゃうな。うわー、なんかこの辺とかもいいね。
この辺もすごい。だこれなんてさ、なんかこういうのさ、やつがすごい、ベルベデールじゃなくて、シェンブルンだ、シェンブルン宮殿の中のさ、とこにこういうの飾ってあったよね。すごい、これ何が書いてあるの。うわうわ、すごい、全然わからんいいね、でも欲しくなっちゃうよね。たまんねえな、古本。電話屋さんです。すごい、あ、カメラもある。うわ、何これ。俺の想像ではもうあれだけど、これもカメラだよね。いやー、すごい面白い。何これ。あ、コダックとかあるよなんだこれ。うわうわ、何このコレクションみたいなやつ。すごい、何これ。いや、うまいな。この辺も皿もシルバーもいいね。ここら辺のお皿で、これか、これですか。これが、え、サルグミンヌの可能性があると。違くない。え、どうなんだこれ。そうなのか。いや、わからん、俺にはわからんえ、何、ちょっと待って。これ、いや、わからんな。サル、いや、ちょっとわからんなどうなんだろう。でもすごいいい、綺麗。調べたところによって、やっぱりこれサルミニ、サルグミンだったわ。言えてない、サルグミンでした。うわお、デザインがいいな。これはイギリスっぽいけどな。こっちの方もかわいい。いや、ちょっといろいろ欲しくなるな。果たして持って帰れるのかという。あとこちら水差しね、これも奥さんお気に入りですね。うん、すごいこれいい感じ、雰囲気ある。お皿がやっぱり魅力的なのがあると買いたいけど、買えるのかと持って帰れるのかと探し出すのも面白そうだけど、これはもう超シンプルだね。うわ、めちゃめちゃあるじゃん。あ、グラスも、ワイングラスもいっぱいあります、ね。これいいな、こういうの。あ、サルグミンだ。サルグミンだよね、これね。なんかふわっと見てたら、これもサルグミーヌって書いてあったから、おっと思って中見たら、いや、デザインがこういうのもあるんだね。へえ、いろいろあるな。ちなみに本当に今回は食器が買えたらいいなと今更だけど思ってて、でそういう食器類、シルバー類かなを探してて、で奥様はアクセサリー類とか、まあなんかね、もしワンピースとかもなんか可愛いのがあったらとか思ってるんだけど、ちょっと洋服はこうなさそうだから、食器類とかね、そういうのがあればいいかなと。どうだ、なんかすげえのあんだけど、ワインとかニキルとかすごいのが売ってる。しかもすごい、めちゃめちゃ肩が下がっとるやん。すごいな。
半パリも売ってる。てか本も面白い。なんか何でしょうか。食器もある。わ、グラスもなんか面白いね。わ、すげえ。オープナーだ。昔の、超昔のやつとかじゃないこれ。いや、こういうの気になるんだよな。で、絶対使わないんだろうけど、こういうのが気になる。面白。こちらを、こちらのお店で買いました。買っちゃった、あのお皿ね。これらです。上のお皿、2セットずつ買いました。3種類。買ったね、買ったね、買いました。ちょっとセットだと安くしてくれたので、6枚買っちゃいました。大収穫です。大収穫。さて、これを無事日本に持ち帰れるかっていうところ。でもね、手ぬぐい巻いてくれたんだよね。ありがたい。頑張って持ち帰ろう。さあ、まだまだ見たいところなんだけども、ちょっともうお腹空いちゃったので、お昼にしようかなと思います。楽しいね。いや、楽しいね。本当楽しいわ。で、この目の前のパン屋さんがあるので、そこでお昼買おうかな。買っていきましょうか。あ、結構混んでる。あ、ケーキ美味しそう。ランチをゲットしたので、このままモンスリー公園というところまで行って、その公園でランチしたいと思います。お腹すいた。アーティスティックな通りだね。あそこすごい。全体的になんかすごいな。この通り面白いね。あ、向こうにもある。わあ、ここの通りとかすごい。あ、ちょっと面白いね。ちょっとだけ見ていこう。ここすげえ細かいのがいっぱいある。面白。あのハートに A みたいなのがなんか有名なやつだっけ。いいね。すごい、ストリートアートが。こっちもつながってたのか。ここはまた素敵な通りだね。こういうとこばっか。もういろいろ撮りたくなっちゃう。本当にすごい可愛らしい教会が目の前に現れました。すごい。何を撮ってもここの街すごいな。全体的に素晴らしい。初めて来た地域だったけどね。こちらも現れました。すごくないこれ。わお、こりゃすごいわ。はしごを登って月まで。いいね、素敵。目の前も建物に鳥さんがいらっしゃいます。あれも迫力すごいだろうな。すごいね。てかこの手前の建物もなんか可愛いんだけど。煙突が、煙突じゃないな。え、何これ。え、ここもなんかすごいね。ブロックなのか。で、目の前の鳥さんアートがあって、こちらですね。
かわいいなこの建物。あの階段を登っていけば公園にたどり着くとのことです。登ってももうちょいかな。階段がちょっとすごい、若干怖いけど。アートしちゃってるね。いやこの辺なんか、あの建物もなんかアートではないけどさ、ここ、うん、なんか作り方が面白いよね。すごいなんか、そう、そこの右のね、右のところの建物もなんか可愛らしい、あの煙突っぽいのが並んでる。こういうのが多いのかな、この辺って。さあ、この謎のアートが。ちょっと怖い、なんか若干怖いな、やっぱり。すごいですね。こう登ると、どっち登ろうかな。ちょっとこっちかな。怖くなそうな人の方登ろう。危ない。この人の目見てたら転びそうになった。怖っ。おお、ここか。で、あそこから公園ね。すごい広い。あ、トイレが、そう、トイレがすごいある。モンスリー公園ですね。どうもモンスリーさん、邪魔します。おお、もうベンチたくさんあるな。これはすごい。あ、てか走ってる人も多いね。うわ、いい感じ。すごいいい感じ。あら、お馬さんがいらっしゃいますね。すご。どうやって回ったらいいんだろうな、これは。あちらにも彫刻が、そしてこちらにも、なんか いろんなとこに いらっしゃるな、こういうのが。すごい暑い、日が出てきて暑い。すごくいい場所を見つけたので、こちらで昼食ランチタイムです。こちらは鳥だね、鳥のサンドイッチでございます。いただきます。まだパンしか食べれませんでした。パンのとこだけです。うまい。のいろんなシードがあるね。おいしい、香ばしい。そして人参の存在感がすごいね。あ、パンがうまい、パンがうまい。じゃあちょっと、鶏もこれさっぱりしてるけど麺でパサついてない感じで、味もしっかり、美味しいです。大好きなパンオショコラ。いただきます。飛んでく。うん、美味しい。かなりスタンダードな感じかな。美味しいです。皮もパリパリ。結構軽めかもしれない。でもうまい。ごちそうさまでした。美味しいランチでしたね。最高だね。この公園もすごい穏やかでピースフルな感じですごくいいですね。さて散策に戻るんですけども、この階段を登るとなんと、
おお、ここここここだ。駅がねあるわけですね。この駅になっております。公園の中にある駅。かっこよい。すごく穏やかでいい公園だね。こんな公園近所にあったら本当いいだろうな。あ、ここもここもあれでしたね、線路だったね。どなたでしょうか。トーマス・パインさんかな。どなたですかね。公園作った人かな。金曜だから特別だと思うんだよな。その向こうが国際都市大学でございますね。向こう側にあるのがちょっとそこに行ってみたいなと思ってるので、そろそろ公演は終了ですね。本水公演ここで終了でございますね。そして目の前にあるのがその大学。すごいんだよね、ここはね。なんか建築物がすごくて、この中、いろんな建物が、その国によっての建物があるので、それを見るのがなんかね、面白そうなので、行きたいなと思いますね。こちらの7番ゲートから入りましょう。いや、ここがまたね、非常に面白い建築が、あ、もう目の前もなんかこの辺から、あ、イタリア館ですね。こちらがイタリア館でございます。国によって分かれてるイタリア館ですね。イタリーしてるね。いいですね。本当にもうところどころにいろんな建物があるから見逃さないようにしないと。ここはなんか、ん？ここはなんか、なんとなく日本的な雰囲気がするけど、あ、日本かな、本当にここ。めちゃめちゃ詳しい地図載ってた。これだ。ここにいてイタリア館ここ通ってきたから、やっぱ日本館ださっきのところ、ちょっともう一回見に行こう。で、この中のスイス館とブラジル館かなが、まあコルビジェさんが建築を設計か担当したということで、それがちょっと見たいなと思ってるところでございます。すごい詳しく書いてある、わかりやすい。あ、見えてきましたね。ぐるっと回るとこっちが正面なんだ。なるほどなるほど。こちらですね。あ、メゾンズジャポンですね。日本かな。ここの木も雰囲気的に日本っぽい感じもするかな、なんとなくだけど。もうすぐ帰りますよ。で、日本館の左側ですね、小さな庭園のような感じになっております。
裏側から行けるのかな。あ、戻れるね、さっきの道。なるほど、こっから来れるんだ。確かにここら辺も日本っぽいけど、日本っぽい。で、さっきのイタリア館の真ん前に出てくるのか。なるほどね。ドガーンと。いいね、日本からイタリア、いいね。で、また次のスイス館、目的のスイス館、ブラジル館に向かいましょう。あの目の前のやつかな。ここがインド館ですね。インドっぽい気がする。あ、バイオリンの音かな、聞こえるかな、練習してるのかな。何これ。何これ、もうはそしてインド館の隣かな。ここがスイス館。あ、ブラジル館。あ、ブラジル館、ブラジルですね。これはまあコルビュジエの建築、建築で、建築物というかなですね。ブラジルだな。カラーがすごいね。もう少し遠くから撮ってこないかな。なるほどね。ブラジル館ですね。こっちからでもいいね、意外と。で、ブラジル館のこちら側。お、お、あ、これ下もすごい。あ、わかるかな。色がね、しっかり分かれてる。これとかも。面白い。あ、こっち側もすごいね。へえ。おお。おお。すごいカラフル。こっちからすごいね。これすごいね。へえ。こちらは黄色い。これなんだ。このここ何？金色のなんか、なんだろう。なんだろうね。なんか高級ブランドのなんかお店みたいな感じで、なんだろう。で、向こう側の建物がブラジルで、ちょっとこう歩いてくるとスイス館ですね。でもコルビュジエの建築設計とのことです。どっから入ればいいの。どこが正面、これどっちだ。おお。今これ後ろ側なのかな。スイス館。あ、こっちから曲がるとこういう感じか。あー、これはいいね。すごい、なんか
高級ホテルみたいな感じのイメージがある。すごいな。いいですね、非常に。こちらも立派だね。非常に。ここもすごいいい通りだね。あれ、旗がない。旗あるはずだよ、多分。なんだろう、そこイギリスとかじゃないのかな。違うか。あれ、違ったか。で、こっちの建物立派だな。これすごい。で、今この右側がアメリカ館のはずなんだよね。わからないかな。こっちは正面じゃないのか。なんか目印的なやつがないかな。この辺もなんかすごいな、建物が全体的に。めちゃめちゃ広いよね。すごい。うわ、すごい。これすごいな。メゾンインターナショナル、ナツヨナーレ。すげえだ。でも普通に観光地になったらメインになりそうなぐらいの立派な建物かな。で、ここにちょっと見えた方がいらっしゃったんですけど、後ろから、あー、アンドレさんね。クリエイティバーデラシテユニベルシタレドパリス、作った人かな。大体こういうのはそういう風にしか見えないっていう。作った方かな、アンドレさんは。アンドレホンノラ、読めないな。アンドレホンノラ、ホンノラ、ホンノラと。お世話になります。そういう感じで軽くでしたけど観光ができました。素敵な場所ね、すごくいいですね。いろいろ面白い建築物がありました。さて、次に行く場所は、決めてないというか、どうしようかな。全然まだこの先の予定決まってなかったんだけど、ちょっと考えますか。今なんとなく目的地を決めてたんだけど、とりあえず歩くかっていうことになって散策しております。まあでも基本的には少し、ね、北の方に向かって、ルクサンブール公園の方に向かって行こうかなと。ちょっとその中心部に歩いてね、行けたらなと思うけど、疲れたら、帰ります。わかんない、どうだろう。とりあえずまあ、散策という感じでパリ市内をね、歩く感じで行こうかなと思います。なんかもうドラマで使いそうなこの景色だよね。すごい、真ん中があって周りには、まあ住宅なんだろうけどね、建物がいいね、いいね。こちらはカタコンブでパリ、カタコンブだね。骸骨が眠っている
眠っているところだね。結構並んでるね。あ、でもまあスムーズに流れるか。え、まあ行かないんですけど。あ、すごい。この可愛いあの片方のパリのこのここ、これ骸骨マークじゃない？骸骨マーク、可愛いね。可愛い骸骨マーク。百獣の王がいらっしゃる。どうぞ、そこ。お疲れ様です。変わらず、微動だにせず、さすがです。こちらはカルティエ財団現代美術館らしいですね。ちょっと興味あるけど、今は行けないです。ちょっと疲れたね。まずは歩いて散策という方を優先しましょう。でもすごくいい通りだね、ここ。何通りだ、何通りって言うんだろう。モンパルナスタワーかな、あれ。結構間近で見るのはなかなかないかな。こんなとこまで来たんだね。もうちょっとかな。そしたらまあまあもうちょいあるか。たくさん見る声まで。ここの通りにワイン屋さんがあるっぽくて、あ、ここじゃない、ここだ。ここがアペロできそうなんだけど、やってるかしら。あ、やって、え、あ、やってないわ。やってなかった。27はなんかやってないのかもしれない。ここに書いてある。残念、やってませんでした。空いてるけど中はちょっと無理そう。あらまあ、しょうがない。ショック、非常にショック。アペロしていきたいなと思ったのにダメでした。なのでルクサンブル公園かなに行ってみてどうしようかなっていう感じです。当然公園に行きましょう。また凛々しい凛々しいお方ですね。どうだったでしょうか。もう全然こういうの分かんない。すみません、この方は。おー、なるほどね。リーシオ方の目の向ける先にまっすぐ行くとルクセンブール公園があります。で、この辺がもう今の彫刻とか、あとあそこの目の前にある噴水があるので、そこもなんかね、大きなところでいいですね。あ、ちょっと向こう側にちらっと見えた。公園の大きなあれかな、建物かな。さて、ここですね。ここが、おお、おお、迫力があるね。これが噴水だね。イスタンブールの噴水です。30に入ります。おお、これは迫力ありますね。いいですね。お馬さんたちがみんなちょっとなんか水浴びさせられてちょっと嫌な感じの雰囲気出してるように見えちゃう。いやいやみたいな。あ、水が冷たいっていう感じの雰囲気が見えますけども、そうではないですよ。はい、そうではないです。いや、この奥の方に連なっていくのがすごい綺麗なんだろうな。で、まずここで綺麗。いいね。テンション上がります。いいですね、カメさん。カメさんからかけて、魚から出てきてる。で、馬は嫌がってるって。この構図が最高ですね。素晴らしい、スタンボール。おー、水しぶきがこの辺だと来るね。あ、なんか、息が抹茶みたいになっちゃってるね。抹茶になっちゃってるね。いいですね。あらね、こちらですか。ほう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 。よっと。あ、こっちもいいですね。こちらもいいですね。あ、これ学校ですが。どうですか、こちらも。いいですね。ただどうしてもお馬さんが嫌そうにしている感じが見えないんじゃない。はめた。ちょっと、笑っちゃいけないけど、ちょっと、シュール。
さあ、そしてこちらだね。もうここからもう直線になっちゃうとさ、そう見えないの建物ね。はい。ルクサンブル。こちら。向こう側に見えますよ。ここですね。歩いていきましょうか。そしてまた一つ。こちら側に入って。みんなピンポンしてますね、あちら。すごい。そしてこちらからも少し近づいてきて、このね、いやーこの城の城だよね、あれね。ずっと城って言ってるけど、お城の入る眺めがいいよね。このお花もあっていいなー、いいなー、やっぱいい。けどやっぱ今日土曜日だから人が多いね。うん。立派な、立派なもんがありますね。あ、でもあれか？あ、いや、大丈夫か？何でもないです。自分の中に立っていい。ジャルダン・デ・ルクサンブール。人多いな、人多いっしょ。これはすごいくないですか。めちゃ人いる。やばば。すごいね。さっきの公園とは大違い。ああ、いいですね。あー、いいですね。ここみんなみんな超リラックスしてるじゃん。いいですね。ど真ん中ですか、ここは。いや、素晴らしく。いや、ちょっとね、回線回線がなんか右の方なんかやってるのかな。いや、でも素晴らしいね。いいですね。ここですよ、パリといったら。でも実際ルクサンブール今北側から入ったことなくて、いつもは向こう側から、いつもはってもうめちゃめちゃ常連感出しちゃったけど、いつもね、こうパリに来るのは3回目なんだけど、まあ1回目2回目ともにここに来てまして、で1回目の時に本当に最初に来た時にすごい良くて、ここが、うん、だからすごいここはね、思い出の場所というか、奥さんと一番最初に、まあ、パリで来た時に、まあ、一番最初じゃないな、多分な、かもしれないけど、よくね、奥さんと来た時に、記憶に残る素晴らしいところだなと、なんかすごく、ああ、パリなんだなっていう感じした公園の一つだったから、思い出深い公園なんだよね。こんなに人いなかったけどね。すごい。こんなに、これすごいな。さすがだな。そうだね。で、ね、周りにある、椅子とかに座ってサンドイッチ食べたりしたね。おー、あー、こっちもね、こっちもいいんだよね。ここの通りもいいんですよね。どこ行こうかな、どっちから行こうかな。みんな本当におのおの時間を楽しんでるな。いいですね。本当にお花も綺麗。お花も映えるね。いお花が綺麗。修復中かな。ちょっと残念。でもいいね。素晴らしいですね。この景色。うわぁ。たまりません。そして暑い。日が出てると暑いけど、いいですね。まあ、道もいいよね。いつもは秋ぐらいに来てるから、もっと葉の色がね、紅葉してるというか、
そういう部分になってるんだけど、今はね、まあそれでもちょっとなんか葉の色変わり始めてる感じはするけど、まだ緑が多くていつもと違う雰囲気が味わえてていいですね。最高です。うわ、パリ来てるな。パリ感を味わう場所をなかなか行ってなかったから、ね、いい風だ。ではこちらから公園を出まして、でちょっとお買い物をして帰ろうかなと思います。こっちかな。そして歩いてる途中にあったこの立派だね。これもね、サンシュルツス教会かな。カエルの、空のカエルのいい色だ。教会の前の彫刻、そしてでかい、すごいです。ちょこっとだけ中覗いてみようかなと思います。混ぜるか。教会すごいいっぱいいろいろこの旅で行ってるけど、本当に一つ一つ違うから、すごいなんかね、気持ちが、なんていうか気持ちがね、なんていうかな、うん、素晴らしいなと思います。なんか大きな絵画とかがね飾ってあるから、またあるところが多くて、こことかも特にそうだったから、それがね素晴らしいなと思いました。歯磨き粉コーナー、イタリアの有名なブランドがあったから購入します。なぜかフランスでイタリアを購入。そして奥様がこちらをねご購入したいということだったので、こちらを購入させていただきます。結局このぐらいしかなかったから結局2点だけっていうね。超混み合ってるからね、大変不安で、もう入るときは激混みでかなり大変でしたので、今ちょっと土曜日のね4時とかになっちゃってるから、みんな来る時間だからね、多分もっとこういう時間をね外してきた方が絶対いいと思います。まあ早い時間とかの方がいいのかな、うん、まあ、楽しいんだけどね、ちょっと疲れちゃうからね、混んでると。まあゲットしたので行きましょう。サンジェルマンデプレの教会ですね。懐かしい。そこのオブジェみたいなのが、噴水オブジェがあって、向こう側にレ・デュー・マゴー、パリのキャフェと、向こうにカフェ・ド・フロール、フロールありますね。カフェ・ド・フロールの方を昔パリに来た時に、早朝に着いた時にね、朝どこもやってなくて、とりあえずあそこに入って激高だったっていう、そういう記憶があるんだけど、いや、すごいいいカフェだったけどね、かっこいいと思った記憶があるね、懐かしい。で、こちら側にあるモノプリですね、ここに買い物を行って、買っていきましょうと思ったけど、やっぱりちょっと教会の中入ってみよう。サンジェルマンデプレ、教会の中に入ったことなかったような気がするんだよな、ね、やったかもしれない、あんま覚えてないから、ちょっともう一回入って記憶を呼び覚ましとこう。ノリノリだね。乗ってきたね。
航業界がすごい面白かったね。グレートな協会だな。すげえ豪華な、かなり豪華な協会だったんだね。なるほど、あそこの花もかわいい。エスコフで買い物しましょう。モノクリ行きましょう。ここは昔もよく来てたね。サンジェルマンデプレのモノプリはお菓子の品揃えも洗練されてる気がします。わかんないけど、このポテチとかなかなか食べてみたいけどちょっと高いかな。モノプリポテチにしようかな。トルティーヤでも安いよね、意外と。トルティーヤでもいいかな。そうだね。あ、この前、この前買ったやつ。これも美味しかったけどね。チップストレー。クストレンジかな、また。ワイン売り場超豪華です。シャンパーニュすごい。日本の百貨店並み、いやそれ以上のラインナップかもしれない。あ、もうしっかり揃えてらっしゃる。こっちもすごいロスか。品ぞろえやば。パックインボックスもやばい種類あるよね。すごいね。うわ、すげえ。このモノクリすげえ。いや、やっぱボルドーはすごいな。こっちやっぱボルドーの人気やっぱ根強いのかね。すごい、どこのスーパーでもボルドーが多い気がする、やっぱり。あ、悪い。ブルゴーニュ。いやいや、めちゃめちゃあるよね。この種類すごすぎる。お酒の種類が何よりやばい。スピリッツさ、こんなもん。それではモノプリで買い物をしたので帰りましょう。いや、一日歩き回ったね。疲れました。サンジェルマンデプレのメトロから乗って帰りましょうね。こっちだね。向こう渡るか。もうホームに来ちゃった。これ違うよね、多分。あれ、サンジェルマンデプレってこんな感じだった。あ、いや、大丈夫、合ってる。合ってる、よかった。何このサンジェルマンデプレのおしゃれ感。そしてホームドアできたの。すごっ。
しかも、あそこの掲示板に、ここの掲示板もめちゃ分かりやすい。すごいな。